反乱軍は織田軍との戦いに勝利。今川義元と袁紹を味方に引き入れ、織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。というわけで到着。うん、穴いたいに。いえ、いいんです。こういう時のためにジョコー殿に鍛錬してもらっていただけですから。いいな、鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿のおかげで随分腕力がつき申した。鍛錬をちらっと覗いた限りでは。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。信長の秘密に迫るためにも。はい、力いっぱい頑張ります。この上皇名にお任せあれ。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬのだ。まあまあ、そうぼやかないで頑張りましょうって。それにしても風魔の旦那、今回は楽に尻尾をつかませてくれたにゃん。の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をとっちみりゃいいんすね。やってんでい。敵はただの患者か。この名族炎本書が出るまでもあるまい。どうしよう、炎章殿が動いてくれません。名族に無理強いはできないね。炎章殿が果たして本気かどうか。オスポール、ルーマさんも腕輪を探してるんでしょ。私にもその情報教えてほしいの。すみません。ダッキー、得意の関係で口を割らせてみる。あー、うるさいうるさい。あれ、フーマさん以外に人間がいるけど。あの者らも宇治安の忍びを狙ってるよ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃあ、あいつらの封印やっちまいます。あれ、新しい敵が。非力ですが、頑張ります。奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。よし、この敵の体に挑もうてか。山田さんに従ってて大丈夫？あの腕は使うととんでもないことが起こっちゃうのに。な、何？とんでもないことって。私たち信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりしてカイ、今はお父様を信じて進まなきゃ。あ、はい、ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。あの荒手、まがまがしい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。腕輪を狙う勢力のやつ、信長に教えてもらう。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだな。
ち。すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかも。次会った時覚悟しろよ。なかなかやるな。拙者も遅れは取れぬ。異形の舞台が相手とは。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。貴様の相手鬼神の娘が務めよう。覚悟しろ。これにより天使でやっ連中は片付いたようじゃねえ。じゃあ当初の目的を達成しようか。はい、ヘイ、フグマの旦那をとっちめるってやつですね。なんなのよあの怪しい女。いきなり襲ってきて。ヘイたちが傷ついてしまったら、カイ、一度体勢を立て直しましょう。本陣に交代。柵の匂いがプンプンするが果たして敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が武にて柵ごと打ち破ってみせよう。家康もだけど一番の問題は信長じゃな。これぞ男、一体何を考えておるのやら。まあ信長は元の世界でも理解不能ですから。私が相手だ。不服じゃない。かける。来たれ水流。とはやっぱり罠にかかってくれて嬉しいぜ。
ここからは加藤忠犬が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加藤箱、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条軍に？俺は北条の姫様に救われたんだ。彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。その恩ぐらいは返さないとな。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。敵ながら見事、これをもって恩に報い申したまえ。我に用があるのだ。そんなにたくさん呼んでないよ。これは一人一人倒すしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですかい。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。分身の術とは恐ろしき技よ。誘惑されずに実態を見極めねば。すごい。私も頑張って鍛えればできるようになるかな。小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。惜しい。お邪魔します。残念でした。あらまあ、張り切ってらっしゃるかな。うん、大気である。風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、冥族エルム本社がいる限りここは誰も通さんぞ。まさか、これは助かっちゃったね。はあ、もうすっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。あらまあ、張り切ってらっしゃること。あれも名族は伊達じゃないってことかね。すごい、ここに敵が来るって分かってたんですね。これが炎章殿の武略、実にお見事。見事な活躍じゃったね、炎章殿。忍びの退路を塞いだのは策の内か。当然。
つが私の前に現れたわけではない。これぞ無双。知ってること全部話してもらうよ。風は捉えられ、なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。お父様の道を信じて戦ってきた。でも負けてしまった。私は一体どうすれば。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。私たちはお父様を信じついてきました。これ以上織田軍の元で戦うことはできません。簡単にはうなずけないね。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直あの女の言葉気になって仕方ないんです。俺もただ姫様への恩返しでいただけだしな。うん、皆の考えは分かった。ああ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。そういえばあの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加工中堅、三丁。これは執着。宝生殿、こんなところでいかがされた？その城が信長の襲撃を受けたので。なんと。俺はなんとか脱出しましたが。ええ、もちろんです。ホム、聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。あなたも。ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。